いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、こちらの、どこだろう。エイヤ乳業より、台南、花子とコラボしたタピオカマンゴージャスミンティーアイスバー、こちらをご紹介したいと思います。はい、ブラックタピオカ入りのね、と思います。で、評価、マンゴー、価値が 12% となっております。ね、評価で、エイヤ乳業さんですね。72キロカロリーで、炭水化物は 18g。雑誌、花子の、台湾アイス第2弾は、台南が店。ということで、そう、こういうふうになっております。いいですね。花子といえば、創刊から30年以上を迎える、ね、雑誌の枠をとどまらず、スイーツ開発監修を手掛けている花子なんですけど、4月の発売のアイスがなんか大好評してたみたいらしくて紹介してないですけど、その第2弾となって、この2019年7月30日から全国のファミリーマートで先行発売で、9月から全国の量販店でも発売開始という、こちらの商品、フルーツ天国台南がテーマになっています。真夏の太陽の光に負けないよう、ジャスミンの爽やかさとマンゴーのトロピカルな味わいがタピオカをさらに美味しく盛り上げるという商品です。タピオカにはもちもちの粉キャッサパッコを使用、アイスに入っているタピオカはキャッサパッコを使用しており、もちもち感を実現。キャッサバ芋、カサバ芋というアフリカや南米アジアなど栽培されている芋から作られているのがキャッサパッコです。このキャッサパッコとタピオカ粉は同じキャッサパッコからできていますが、全く別物です。粉の製造方法や触った感じ、値段も違うのですが、キャッサパコの方が高級で質のいいものなので贅沢なアイスバー。では開けていきましょう。このタピオカとジャスミンの王道の組み合わせ、そしてマンゴーってすっきり感が出ているので、全体的に爽やかな味わいだそうです。こういう感じですね。じゃあちょっと食べていきましょう。マンゴーですね。いいね。うん。うわ、この食感。マンゴーも美味しい。食べようかと、程よいこのジャスミンティーの味が、そんなに硬くはないんだけど、タピオカっていうのがすぐ分かるような味になってます。この外もインパクト的ですよね。結構複雑だけど美味しい。一応香料が入ってるから卵と乳成分になるのか。欲しいですね。あとじっくり食べたいと思います。評価は4です。はい、ぜひね、このタピオカ、マンゴー、ジャスミンティー、アイスバー、ぜひファミリーマートで発売してますので、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくれれば、うわと喜びます。では、じゃあね。